い、どうもこんにちは、プルートネットワークのプルート向井です。さて今回はですね、11月の話題作の中の一つベノムをですね、皆様にご紹介していきたいなと思っております。はい、まあですね、最初の方はザクッとストーリーの方を解説して、その後ですね、感想の方に入りたいと思います。はい、ストーリーの説明の前にですね、シンビオートというワードとライフ財団というワードがあるんですが、シンビオートというのはですね、まあですね、この本作の主人公で例えるのであれば、シンビオートと主人公が合体してベノムになりますよって形です。何も考えずに見るっていう感じですと、シンビオートというのはですね、ベノムの元って感じです。そしてですね、ライフ財団というワードはですね、感想の方で詳しく説明していきます。本作のストーリーはですね、トム・ハーディ演じる、主人公エディ・ブロックがですね、シンビオートの違法な人体実験の研究をしているライフ財団に潜入して、ひょんなことからシンビオートと合体してしまいですね、ベノムが誕生してしまい、そしてベノムの前にですね、強敵が立ちはだかるというのがですね、本作のストーリーになっております。感想の前にですね、本作はですね、いい意味でも悪い意味でもベノムという作品の自己紹介だなーっていうのを感じました。あのですね、別に自己紹介が、悪いっていうわけじゃないんですよ。どんな作品にもですね、2とか3があれば1もある。その1では必ずその主人公の自己紹介をするっていうのは当たり前ですから。はい、あのですね、こっから前半の方はですね、僕のお口がちょっとムムムなことを発言します。はい、なんですが、その視聴をですね、途中でこうザクッと切らないで最後まで見ていただけたら嬉しいなと思っております。右肩上がりの、レビューにしたいなと思っております。そしてですね、僕もその前半の感想よりかは後半の感想をですね、特に皆様に聞いていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。では早速ですね、感想の方に入らせていただきたいなと思います。本作ですね、前半はですね、やばいくらいにテンポが悪いです。はい、そしてですね、 BGM もははって感じですね。はい、ちょっとそこの話をちょっと詳しく皆様にご紹介します。はい、でですね、このベノムという作品、なぜ前半テンポが悪いかというとですね、この、ベノム、主人公のエディ・ブロックというのはですね、その前半冒頭の方では仕事もうまくいって、女性関係もですね、めちゃんこうまくいってて、もうウハウハなんですよ。ウハウハの人間なんです。それがですね、ライフ財団のですね、こう違法な事件というか隠蔽している事件にですね、足を突っ込んだことによって仕事もですね、その恋人も全部失ってしまって、自暴自棄になってしまうんですね。そこからなんですよ。そこから主人公のエディ・ブロックがですね、こう、うじうじしてるところをですね、何の進展もなしに話を進めていくんですよ。そしてですね、そこに拍車をかけるようにライフ財団の研究ですよ。ここでほんのちょっとライフ財団の簡単な説明に入ります。ライフ財団というのはですね、このシンビオートを使ってですね、人間を地球外で生活できるように違法な人体実験をしている集団なんですね。まあその他にもですね、こう悪事をこう考えている、集団なわけなんですが、まあ集団といっても主人公だけなんですけどね。まあそのライフ財団がですね、そのシンビオートを研究しているシーンがあるんでございますよ。なんですが、そのですね、研究のシーンを一発で観客が分かるようなことをですね、カット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 を使ってですね、そのカットのところに先ほど言ったテンポの悪い主人公のうじうじしてるシーンに絡めてくるんですよ。いやですね、これはたまらんぜよって話ですよ。本当にですね、これは僕本当に久々にここまでテンポがあれな作品は久しぶりに見たんですけど、まあですね、こう劇場というのであれば、こう
人が左右にいるわけじゃないですか。しかもベノムというこう人気の話題作でございますよ。なんですが、あの僕の隣にいる人前半寝てましたからね。もう前半寝ちゃう。まあわかる。わかります。まあ僕もですね、こう皆様にこのような形で感想やレビューをお届けするっていうのでですね、メモを書いてるわけですよ。映画の内容とかをですね、こうメモに書いてるわけなんですが、そのですね、メモもですね、ペンが進まず、前半は何も書いておりません。そしてですね、やっぱりこの最近のマーベル作品っていうのはですね、こう小ボケをちょこちょこ入れてくるわけじゃないですか。まあ、このベノムという作品ですね、前半も後半もこう小ボケみたいな感じを入れてくるんですけど、やっぱりですね、テンポが悪い作品っていうのはその観客のつかみも悪いみたいで、やっぱり笑いが起きないんですよね、小ボケが。そこを見てですね、はははって思いましたね。なんだははって感じですけど。まあですね、それを含めてその前半でいいところがあるというのであれば、あのですね、悪役のカールトン・ドレイクという役を演じているリズ・アーメットという役者さんなんですけど、その役者さんのですね、演技は本当に素晴らしいです。もう前半も後半もなんですけど、あのですね、この悪役のちゃんとした目的、そして悪の根幹というのをですね、素晴らしい演技で見せてくれました。あのですね、このベノムという作品を見る前ですね、僕はこの悪役の方をですね、この予告トレーラーとか、あとは画像とかで見たんですけど、なんか、どうなんだろうなーってこうちょっとですね、半信半疑な部分があったんですけど、もういい役者さんですよ、本当にいい役者さん。まあですね、僕もこんな感じでですね、こうムムムなことをですね、バン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 言ってるわけですけど、後半からです、皆さん。もうですね、後半から右肩上がりで、もう本当に肩が脱臼するんじゃねえかっていうぐらい右肩上がりになりますから。あのですね、僕は後半はですね、このテーマで皆様にお話ししたいなと思います。それはですね、主人公エディ・ブロックと主人公に融合するシンビオートの友情です。はい、素晴らしい。素晴らしいです。もうエクセレントです。もうなぜここまで右肩上がりになる作品なんだなって、僕びっくりしちゃいました。本当にこのまま僕のペンは進まずに終わるかと思ったら、そんなことございませんでした。僕はですね、この主人公と融合するシンビオートにですね、恋してしまいました。本当にいいやつ、本当にいいやつ。あのですね、どこのシーンとは言いません、あの最後のシーンになるんですけどね、僕はそのシンビオートの行いで涙をしましたから。まさかベノムで泣くとは思わなかったなと思って、はい、本当に泣いちゃいました。そしてですね、この主人公エディ・ブロックとシンビオートの友情というところでですね、僕の中でのですね、名シーン、名言が生まれたんですが、ちょっとそれをですね、皆様にご紹介したいと思います。まあこのシンビオートというのはですね、この研究のシーンのところで、人に寄生しては合わなくて死んでしまって移動して、淡々と繰り返してるんですよ、この神病と。それをですね、エディ・ブロックという主人公はそれを垣間見てるんですよ。そしてですね、まあ自分にもその神病とか感染してるわけじゃないですか。その時にですね、主人公はこういう風に神病とに話しかけるんです。お前はどうせ俺を殺して他のやつと寄生するんだろって言うんですよ。そこでですね、この神病とはこう答えるわけですよ。いや、殺さねえ、俺とお前は負け犬を似た者同士だからみたいな感じで、似てねえ似てねえ、ま、俺とみたいな感じで、もうですね、そのワードで痺れますね、本当に。もうですね、このシーンで、あー、神秘応答ってなっちゃうわけですよ。神秘応答ってなっちゃうんですよ。もうですね、このワードを聞いた時に僕はですね、もうお前は悪役じゃないと、お前は僕の中では正義のスーパーヒーローだと思ってしまったぐらいです。
めっちゃ興奮してますよね僕でもそんぐらいなんです本当に。まあ僕はですね、この神秘オートというですね、なんかわけのわからない黒いベトベトしてるやつにですね惚れるとは思いませんでしたよ本当に。でですね、後半のシーンになっちゃうんですけどね、まあ詳しいシーンは話しませんけど、その主人公と神秘オートが、まあ、合体してるわけじゃないですか。それでベノムになってるわけなんですけど、それがですね、そのシーンで引き離されちゃうんですよ。もうその時にですね、僕は、ああ、二人を引き離さないでって、もうラブストーリーかよと、俺が見てんのはラブストーリーかよと思っちゃったぐらいです。本当に。もう僕にとってはですね、この恋愛模様にも似たようなところをですね、見せてくれたこのベノムっていう作品はですね、あの前半の方コテンパンに言いましたけど、後半は僕は心持っていかれちゃいましたね。本当に素晴らしい神秘オートでございます。はい。そしてですね、この神秘オートなんですが、主人公には恋人がいるんですけど、その恋人とエディブロック主人公はですね、まあなんかいろいろこうござござがあるんですよ。そこの時にですね、この神秘オートは恋のキューピッドになります。もうこう恋のキューピッドになりますからそこはですね、ぜひ、劇場で見ていない方は、劇場で確かめていただきたいなと思います。はい。そしてですね、皆様気になるとこではあると思いますが、アクションシーンはどうなんだっていう話なんですが、あのですね、アクションシーン、僕はですね、このベノムっていう作品を見て一つすげー心配だったことがあって、それは何かというとですね、この、ベノムっていう作品、ほとんどあの夜のシーンが多いんですよ。で、まあアクション好きの方だったら百も承知かもしれないんですが、その夜の時のアクションシーンっていうのは下手するとめっちゃ見づらくなるんですよ。そのカットが多かったりとかですね、暗くて何してんだかわかんねえみたいな感じになるんですよ。それにプラスアルファベノムっていうのはですね、真っ黒なキャラクターじゃないですか。そこで僕はめちゃめちゃ不安だったんですけど、その不安はですね吹っ飛びました。本当にすげえなーって思いました。全然気になりませんでした。アクションもですね、本当に面白いアクションを連発していてですね、そしてあのアクションは多いのか少ないかっていうんであればそこまで多くはないんです。なので僕は先ほど前半に言ったように、その前半の間延びをするんであれば、もうちょっとプラスアルファでアクションシーンを増やしたらもっといい作品になったんだなぁと、なっただろうなぁと思っております。なんですが、あのアクションシーンに全く不満はございません。もう胸熱シーンがもう満載なので、ぜひ劇場で見ていただきたいなと思います。はい、はい、ではまとめに入りたいと思います。本作いい意味でも悪い意味でも、劇場を出た後面白かったなぁと思える作品だと思います。はい。そしてですね、映画好きの方はぜひ劇場で見ていただきたいなと思います。はい。そして映画好きじゃないよっていう方はですね、タイミングが合えば見ていただきたいなと思います。はい。まあですね、僕の方もですね、前半の方をこうムムムっていうポイントをですね、バン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 と言ってしまいましたけど、それをですね超える後半戦になっていきますので、まあその前半のムムなポイントはですね、こうチャラにしてもいいかなと思いますですね。はい。まあですね、本作、次回作が勝負だと思っております。はい。そしてですね、これからですね劇場で見に行こうと思っている方、最後までですね席を立たないようにっていうのが僕からのアドバイスになっております。はい。はい。ということでですね、映画ベノムの感想レビューでした。そしてですね、本日このチャンネルにですね初めて足を運んでくださった皆様、このチャンネルではですね、このベノムのような形でですね映画のですね新作レビューをいち早く皆様にお届けしようというチャンネルでございます。あとはですね、この映画の小ネタなど、そしてですね昔の作品のレビュー、あとはですねゲームの話を少々しているチャンネルでございます。そして、この11月はですね、ボヘミアン・ラプソディ、そして、ファンタスティック・ビーストのパート2をですね、レビューしていきたいなと思っております。他にもですね、興味がある、作品、新作映画があったら、レビューしていきたいなと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと
とはですね、もしよろしければ、高評価、あとは、下のコメント欄ですね、じゃんじゃん使っちゃってください。皆様、ベノムっていう作品をですね、見ている方、見ていない方、いろいろな感想があると思います。ぜひですね、コメントの方などをいただければなと思っております。いつもコメントしてくださっている方、本当にありがとうございます。いつも拝見しております。はい、ということで以上プルート向井でございました。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。